はい、キャプテンヤスです。このキッチンハウスからこうおなじみのバーベキューハウスの方に来ますけども、本格的にですね、3月、こうフォーメーションを変えまして、今こんな感じになっています。で、こちらがですね、ドラム缶バーベキュー2号機、改良型ということで、昨日バーベキューやったんですけども、こうもう画期的なこのね、パワーアップをしたわけですよ。これ何が違うかというと、この棒の数が増えたってだけなんですけども、実はこの棒の数がすごいね、力を秘めているということで、従来型、これね、1号機はこれが棒が3本ね、1,2,3 ってありますけども、これが新型というか2号機改良型になりますと、3本プラス1,2,3本、この上段の2本とここに1本が増えてということで、これをどういうふうに使うかをちょっと、やってみたいと思います。はい、このドラム缶バーベキュー2号機なんですけども、まあ普通のフォーメーションだと、このね、下にこの100円ショップの安っぽい鍵を、まあ、何枚か並べて、でこの上にこう木を、まあ、一晩ね、置くと、でその上にこっちか、こっち網、半分網で。鉄板、ね、半分網半分鉄板で、これバーベキューをするのが、これが普通のノーマルの状態なんですけども、これ改良型、何がすごいかといいますと、この網焼きの方がこれ普通のままだと火が遠くなっちゃうんです。それどうしたかといいますと、ここに2本高いところに棒を置いて、そこにこの網をセットすると、より高い位置で炭を燃やせると、で炭焼きがね、ここでね、温度調節が低いところと高いところ、まあ、大体高いところですか、そこの調節ができるというのが一つこちらでできるようになりました。でもう一つこっちがすごいんですけども、この下の段に棒を1本増やしたことによって、そこに重たいものを乗せられる。その重たいものは何かと言いますと、これです。ダッチオーブンですね。ニトリの特有のニトリダッチオーブンですけども、これをこんなところに置いたらふにゃってなっちゃうし、結構これ重たいので、ある程度ガシしなきゃいけない。で棒をちゃんと2本渡して、その上にしっかりと安定して置けるようになる。しかもこれって上に炭とか置いて周りから熱するものなんですけども、上にここに置いたら、ね、ダメなので、この中に置いて、しかも上に、ね、乗っけてもいいし、炭を乗っけてもいいし、それこそ鉄板とかで出しちゃって、上で焼いてる間に下でゆっくり加熱調理ができるというような、そういうシステムになっております。すごいすごいと思うね、これ。特許取れねえか。はい、ということで、ドラム缶バーベキュー1号2号とありまして、2号機の方はね、この素晴らしいスーパー機能が満載の2号機が完成してますので、ぜひ皆さん、バーベキュー私の方もやりますので来てください。で4月ぐらいからキャプテンヤスの海賊バーベキューのプランとかね、あとカヌーにはちょっと寒いかな、でも落ちない自信ある人はカヌーと一緒にね、近くの小網湖行ってもいいですので、ぜひ皆さん遊びに来てください。それではごきげんよう。